はい、どうもバチオです。いやー、今日は蒸し暑かったっすわ。めちゃめちゃ疲れたっす。っていうことで、まあね、本来動画に始まっていくんですけども、昨日ね、自己紹介動画というやつを出しました。30分もあるようなすごい長い動画でしたけどね。まあ実はね、今日エゴサーチをしたんですよね。まあ例のね、炎上騒動があった時に、さすがに気になるじゃないですか。ああいう風に炎上してるっていう話になると、僕の名前が、いろんなとこで出てるんじゃないかと思って、で、エゴサーチしてみたら、まあ、出るわけですよ。まあ、コメント欄に、ね、いる方がね、僕のことを、語ってくれてるのもあれば、まあ、知らん人がね、なんやあいつみたいな感じになってるやつもいろいろあるんですよ。で、なんか僕のね、あることないことを、書かれてるっていうのもあったんですけど、で、その、あることないこと書かれるのって嫌じゃないですか。だからね、僕ってね、すっげえいろんなことを喋るんですけど、もう最初に言っておいた方がいいだろうみたいな感じで、で、そんな中で、なんで、そんなに開示するのみたいな、そんな話をしていこうかなと思います。まあ、例えば、性癖とかね、言わなくてもいいことじゃん。なんで言うのっていう話あるじゃないですか。まあ、最初はね、受け狙いだったんですよ。最初に言い始めた時は。まあ、言っちゃえやさ、自分の力で面白いこと言えなかったらさ、鉄板なんですよ、自虐ネタって。僕、一応そのね、学生時代って、面白いこと言うキャラだったんですよ。面白いこと言うキャラだったんだけど、滑ることもすごく多くて。で、そんな中で、鉄板というか、受けがいいネタっていうのも当然あって、自虐ってのはすげえ受けるんですよ。だからね、自虐っぽいこと、まあ性癖はね、学生時代逆に言わないけど、あとその自分のパーソナルデータっていう、まあ自分のことを、知らないまま仲良くなるよりも、知ってる状態で仲良くなった人の方が仲良くなれるだろうみたいな、そんな感じ。例えば僕、アニメ好きです、ゲーム好きですっていう話だけど、昔ってさ、オタクって結構嫌われてたんですよ。まあ、僕の世代より下の世代ってのはまあ大丈夫かなとは思うんですけど、まあ、僕の世代より上の世代っていうのはまあオタクだっていうことが知られるだけで、かなり、肩身の狭い思いをしたと思います。まあ、オタクのイメージって、その頃って、僕らの上の世代のオタクのイメージって、タク八郎と宮崎努なんですよ。まあだから、イメージって良くないじゃないですか。で、まあ、そんな時代があって、まあ僕らの世代ぐらいは、まあ僕のね、高校生になるかならんかぐらいの時にエヴァンゲリオンがあったりとか、いうので、まあオタクというものがね、世の中に、まあ認められがちな時代になっていくところだったんですよ。まあ、だそうだな、エヴァンゲリオンの前ぐらいはね、ちょっとね、オタクっていうのはあんま名乗らん方がいいな、みたいな、そんなところがあって、まあどっちかっていうとね、まあアニメ、まあ小学校、まあアニメは小学校までみたいなイメージだった。でも、そんな中、僕は、それを言うことで、友達、周りも、あ、俺も好きなんだよって言う感じで快適な環境を作ってたわけですよ。あと、カラオケとか行くとき、学生時代にカラオケとか行くときにさ、ゴリゴリのアニソンとか歌うとさ、みんな弾いたりしませんでした。僕ね、それで弾かれたりすることあるんですけど、だから行かないよっていうことを、俺が行くと、ちょっと場がしらけるから行かないよって言って断ることができるんですよね、最初に。もうさっさと断ることができる。で、それプラス、
今日はこういうメンツだぜ、行こうぜ、みたいな、アニメ大好きメンバーでアニソンしか歌わねえようなカラオケみたいなこともできるんですよ。だからね、そういうね、その、周りに来る人間を選択することができるという利点があったんですね。で、そのもう一つなんですけど、もし僕がこのデータを隠したまんま、皆さんとお付き合いしたとしましょう。ちょっと人間味なくないですか？僕がありきたりなことを言って、ね、ありきたりなことを喋り、ね、ありきたりな放送をしてって、なんか、ちょっと、淡白すぎやしませんか？やっぱね、自分のことをちょっとずつでも、まあ、一気に晒したけど、ちょっとずつでも晒して、その、親近感というか、相手に覚えてもらう方がいいかなと思って。まあ、それプラス、もしさ、僕が黙ったまんま、例えばね、これから YouTube をずっとやっていく、なんか万が一が起き、まあ万が一にもないだろうって思ってた万が一がなんか今起きそうで怖いんですけど、万が一の収益化とかなった時、なって、で、しばらくその放送を続けて、みたいな。で、僕が有名 YouTuber に万が一、ね、万が一億が一ぐらいな感じになっちゃったとしましょうよ。で、そういう時に、いきなり、例えば週刊誌とかで、僕のいろんな趣味の、しかもセンシティブなところの疑惑が湧き上がったりしたら、すごいイメージダウンじゃないですか。多分そんなことになったら、大幅なイメージダウンだと思うし、まあそれこそね、その時に登録してくれた人の何人かは去っていくと思うんですよ。炎上もするだろうし。だけど、もう最初から言ってあることで、大丈夫じゃないっす、そういうのって。あ、ね、女の子と手つないで歩いているけど、まあパチオくん子供好きだからな、みたいな。ならんすかね。いや、なってほしいんだけど。要するに、後から何かが見つかったり、バレたりすることによって、今まで一緒にいた人が、なんか引いて、去っていくのが、僕は怖いんです。だから、そういうのが怖いから、あらかじめ先に言っておくみたいな。だいぶ臆病なんですよ。僕ね、いろいろ、例えば趣味の将棋とかもそうなんですけど、強い人とばっかりやってたから、自分強いよって言ってるんだけど、小学校ぐらいの頃、ほとんど負けてたんですよ。で、強い相手ばっかりやってると、自分が攻めても何ともならないから、とりあえず守りを固めてみたいなことになって、で、うちの親父からはね、お前の将棋はつまらんっていつも言われてたんだけど、守ってばっかで何もしないみたいな。そういうとこあってね、やっぱ、自分が何かした時のリスクの方を先に見ちゃうみたいな。で、もし、後で、何かバレたりしたら、もう周りから嫌われちゃうんじゃないかっていうすごい恐怖感があって、それだったらもう先に情報を開示しておいて、それでもお付き合いしてくれる人とは仲良くしようみたいな、なんかそういうあれなんですよね。 YouTube に向いてねえんじゃねえかな俺みたいな、なんかそんな感じのとこはあるんですけど、まあそういうね、ちょっと臆病なところから、その臆病を隠すかのごとく、あんな無茶苦茶な、いろんな発表をしてるんですけど、いろんな発表してるんだけど、実は、あ、これ喋り忘れた、これ喋り忘れたっていうやつが5、6個まだあるんで、まあいつかね、喋ってく上で、必要になったらちょこちょこ開示していこうかなっていうか、もう開示されてるんですけどね、YouTube、他の僕の動画の中では。まあ、1200とかね、もうすぐ1300みたいな動画からそれを見つけ出すのは難しいと思うんで。あとね、ちょっと個人的な報告なんですけど、人数増えてきたんで、昔の動画をね、ちょこちょこ消していこうかなと思ってます。
どういう動画を消そうかっていうと、僕のね、自分の会社の悪口言ってる動画とかをね、積極的に消していこうかな、みたいなことを、ちょっと考えてます。やっぱね、なんなら僕、自分の会社に結構感謝してるんですよ。もともとね、今仕事を、まあ、現場仕事を始めて、で、一回辞めて、で、別の会社行って辞めて、で、その後、ずっと遊んでて、生活費なくなったぐらいの時に、あ、そろそろ働かなきゃいかんな、コンビニ行かなかんな、みたいな、コンビニでバイトでもするかって思ってて、でも持ち金見たら、あれ今月生活できねえじゃん、これ積んだな、みたいな。じゃあ、日銭をもらえる、仕事がいいなって、現場仕事だよな、っていう話になって、で、そうなった時に、まあ、たまたまね、僕、今の会社に、もともと勤めてた、僕の友人から、たまたま電話かかってきたんですよ。お、久しぶり、みたいな感じで。で、どうしとるのって。で、ちょっと生活費がなくなってきたで、働かなかんのやけど、って言ったら、その友人が、おう、うち戻ってこりゃいいがや、みたいな。いや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 、いきなり監督と喧嘩して、出てったやつ、いきなり戻らせてくださいとか言ったら恥ずかしいやろ、みたいな。まあ、ええがや、みたいな。で、次の日にね、また電話かかってきて、あ、どうすんだ、みたいな。いやー、他で仕事探すよ、みたいな。いいがや、うちこりゃ、みたいな。ちょっと変わるで、みたいなことで、誰と変わるんだろうな、と思ったら、うちの社長で、あ、もしもし、みたいな。明日から来るんやろ、みたいな。ふうなことを言われて、僕は、その元の会社に、まあ、今の会社なんですけど、戻ったんですよ。で、その戻った時に、ちょっと驚いたんだけど、まあ、じゃあ、久しぶりだし、とりあえず、前の給料よりちょっと、で、会社変わった時に、お前いくらもらってたの?みたいなこと言われて、ああ、こんだけもらってました、みたいなこと言われて、で、前の給料こんだけだったよな、じゃあ、間取ってこのぐらいでどうだ?みたいな感じで、その前に自分の今の会社にいた給料よりも高い額を提示されたんですよ。いや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 、ちょっと待って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 、ね、久しぶりに戻ってきて、まあ、いろんな経験は積んでるけど、そんないきなり高い給料で戻れって言われたら、示しがつかない。他の人に示しがつかないから、一応実績作るまで、前の給料と、せめて前の給料と据え置きでって、本当ならもっと安くていいぐらいなんで、って言って、なんとかね、その給料、まあ、僕が断って、給料下げてもらって、それで初日を迎える。じゃあ明日から来るとか言って、言われて、それ木曜日ぐらいだったんですけど、あー、ちょっと待ってください!まだ、他の道具とかいろいろ用意しなきゃいけないんで、って、月曜日からにしてください。お願いします。とか言って。まあ、うちの会社、そういうとこ、フットワーク軽いんだよね。まあだから、そういうこともあってね、うちの会社にね、非常に感謝してんの。だからね、一応その従業員の悪口とかをいろいろ言ってるんだけど、まあそれがね、会社に、まあ言ってバレたところで、それがどうとかなる立場の人間ではないんだけど、やっぱさ、知らない方が幸せなこともあるよね。こんな愚痴言われてんだ、みたいな。だからね、ひょっとしたら消すかもしれないっていうことだけ。なんかしゃっくりが止まらなくなってきた。ということで、ここら辺で終わりにしましょう。以上、パチョでした。バイバイ。